海南発電所は、和歌山県海南市千部屋座中浜260-96にあった関西電力の石油火力発電所。1970年5月に1号機が運転を開始、4号機までが建設された。石油火力発電所であるため原油高の影響を受けやすいほか、不況による電力需要の伸び悩みなどにより1996年頃を最後にフル稼働していない。 2001年には1.24号機が長期計画停止となった。2011年には福島第一原子力発電所の事故の影響等により所有する複数の原子力発電所が運転停止となったため供給力確保の一環として2号機の運転再開を発表し、2012年7月16日に運転を再開した。設備の老朽化もあって、 トラブルも発生している。節電の定着や省エネの進展など、関西の電力需要が減少している資金の状況を踏まえ、効率化の一環として、すでに定期検査に着手している海南発電所1、2号機は、平成29年4月1日から、同年6月に定期検査期限を迎える海南発電所3号機は6月9日から、休止することとした。 関西の電力需要が減少傾向にある中、燃料費などがかさみ高コストのため維持が難しいと判断したため、2019年4月1日に4号機を休止、発電所自体が廃止された。1972年6月、3号機の試運転中にタービンや発電機が損壊する事故が発生。損壊した部品が飛び散り、一部は 縦や壁や天井を貫通して現場から最長380メートルの距離にまで達している。ありがとうございます。